2015年の放送開始から8年、青森ラーメン大百科、めでたく今回で200回目を迎えました。さあ、栄えある200杯目はこちらの人気店からです。看板に書かれたイワシの文字に煮干しへの熱い思いを感じる平子屋木干し。広々とした店内は10時半の開店と同時にほとんど埋まってしまう人気ぶり。目当ては煮干し、焼き干しなどの出汁を水出ししたあっさりと、煮干しを前面に押し出した濃い口の2枚看板。今回は店長代理千葉さんの一押し濃い口をいただきます。かなり大量の平子煮干しを使ってパンチ力はすごくあるので、まあ、ずっと飽きないで食べれるものになってます。この結んであるメンマ、これ特徴的ですよね。であとこの湯気とともに上がってくる香りが食欲をそそるので、もう早速いただきます。まずはスープから。いい味わいですね。濃厚なんですけど、ただ濃厚なだけじゃなくて、ちょっとね、上品さを感じるんですよ。最初にこう煮干しのならではの苦味みたいなものがあるんですけど、そこから旨味がね、舌を全体を包んでいくような感じ。濃い口のスープは動物系のベースに数種類の煮干しを合わせ極限まで煮出したもの。主役は店名にもある平子煮干し。平子煮干しっていうのは、まあ、イワシの煮干しになるんですけれど、大きさはやや大きめで、まあ、コクがあって魚の嫌な生臭さっていうのが少ないものになってます。頭を取って腹ワタを丁寧に抜いて雑味が出ないように仕上げています。あえて産地にはこだわらず、全国各地から良いものだけを選んで仕入れています。仕上げには大量の追い煮干し、煮干しを丸ごと投入し上品な旨味を加えます。スープの仕込みには3日かかるという千葉さん、この丁寧な仕事が美味しさの秘密です。続いてはチャーシューをめくると見てください。こんもりと麺がつやつやした麺、ツルツルですね。これもう箸でこう揚げると分かるんですけど、いただきますね。美味しいです。麺はちょっと太めのストレート麺、自前の製麺所で毎日製麺している自家製麺です。2種類の小麦をブレンドし、歯ごたえともちもち感を重視しています。うん、喉越しが良くて、食べた後に小麦の味わいが後味でふわんとね、鼻に抜けてくるんですけど、またそれがこのスープの味わいと合わさっていいですよね。具材は2種類のチャーシュー、メンマ、ネギと至ってシンプル。でも手間暇はかけています。こちらはね、食べ応えがある、分厚くて、で、噛めば噛むほど口の中にその醤油の味が広がってきて、非常に味わい深いですね。そしてこちらの薄切りもいただきます。薄切りなんですけど、すごい、なんでしょう、脂身の甘みを感じる美味しさ。これ厚切りに全然負けてませんね。
干し中華そばといえばこの味。そんな熱狂的ファンも多い平子焼き干しの濃い口、定番の良さを改めて知る、そんな一杯です。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。口に入る前のもう香りからスープを飲み切るまでずっともう楽しめる一杯だなという印象で、濃厚でインパクトのあるラーメンなんですけども、それだけじゃなくて上品さも感じる味わいでした。今は青森県以外にも煮干しラーメンのファンが多いと思うんですけども、青森の煮干しラーメンを知るならまずこれを食べてほしい、そんな一杯でした。夏季限定でつけそばやってて、それ以外にも季節物でいろんな限定商品の方やってまして、今は11月末までスタミナ煮干しっていうものをやってますので、季節ごとの商品楽しみに来店してもらえればと思ってます。平子焼き干しは午前10時半から中休みなしで営業しています。限定メニューは早めの時間帯がおすすめ。